こんばんは。こちらは JR 東海八重洲口側ですね。前回は丸の内側から始めましたが、皆さんから好評をいただき、そしてまた私の企画の趣旨を十分に理解していただき、誠にありがとうございました。今回が第2弾目でございます。本日はですね、2020年の日付が変わりまして5月2日になりました。ただいま時刻は午前2時13分でございます。もう周りにもやはり全く人がいないという状態でございます。東京のあちこちをね、集落の貸し出しサービス、レンタサイクルを持ってですね、回ってみるという。で、深夜に、全く人とすれ違うこともなく、完全の機会を完全に、失った状態で、する、まあ、模範的なですね、深夜外出を、動画を出しておりまして、今回が2本目です。いかにか、ついこうやって鼻のところ書きそうになりましたけど、そういうのも避けなければいけませんね。この深夜の東京観光シリーズは、おそらくこの状況において外出をするなんて一体何を考えているんだという批判の声と、まあ、常にですね、向き合いながら撮影するということになると思うんですが、これは多分論理的に理解する能力のある方であれば、多分もう十分ご理解いただいているんじゃないかとは思うんですけどね。まず、政府からも、外出をするということ自体は、例えばジョギングとか運動の目的であれば、特に問題はないという、話が出ています。緊急事態宣言の時にそういうふうに国全体で一度確認したことです。そしてまた、しかしそういう状況ではある。生活必需品の買い物であったりとか、自分の健康維持のための運動のための外出であったりということは認められてはいるけれども、しかしながらやはりそれぞれそれらをする上でも十分に距離を取らなければならないということも私たちは同時に確認したはずです。私はそれはまだ国民の間でテレビを見ている限りではどうも不徹底なのではないかというふうに個人的に感じております。まあ、私も私として自分の仕事をしなければいけないので、深夜の外出をして、全く人と触れ合わないようなところでこのように話をしているわけですけれども、万全の対策を取りながらの、このようなことに気をつけながらの、東京観光をするという光景を皆さんに見ていただいて、正しい外出のための姿勢を、ぜひ広く広めていきたいなとも思っております。あまり冒頭のこのパートを、ね、長くするということは避けたいものですから、とりあえずこの話は大体この辺にさせていただきますが、詳しいことを知りたい方はぜひこの東京深夜の観光シリーズの深夜のサイクリングの第1回目の動画の冒頭7分間ほどを見てください。また前回の動画で一つだけマスクを使わないのかというコメントをいただきましたが、マスクは他の人にうつさないために効果を発揮するものではあると思うんですが、ただそれは自分の周りに飛沫を飛ばして、それがその人たちのところへ付着した場合はそうだろうと思いますけれども、その人が吸い込んだ場合はそうだろうと思いますが、そういったことを完全に避ける、人と人との距離を避けて、そしてまた接触感染というものを防ぐということが新型コロナウイルスの最も重要な感染の対策であると。マスクは人と人との距離が近づいてしまうときの対策の一つに過ぎないということになっていますので、また私もマスクを一応万が一人が近づいてきてしまった時のためにすぐにつけられるように携帯はしていますが、しかしマスクは基本的に使う必要がない、それぐらいに安全な状況で今自分が活動しているからつける理由が特にないのだという認識でおります。その点はよろしくお願いいたします。今回の工程を簡単に紹介します。東京駅の目の前から伸びる道をひたすらまっすぐ進みます。そうすると最終的に隅田川を渡って石川島というところに着き、そこで行き止まり、行き止まりですからそこからは右に曲がります。月島、それから勝どき橋などを見学して、昭和の初め頃に埋め立てられ月島4号地と呼ばれていた晴海も通り過ぎ、市場が有名ですね、豊洲市場のすぐ近くまで行きます。今回は時間の関係でここで折り返しということになりました。そしてそこから東京駅に戻るときには晴海をぐるりと回って、そして東京駅の方まで少し違った経路で戻ろうと思います。駅前の道をまっすぐ進みまして、東京駅から自転車で5分はかからないぐらいのところ、ちょっと道が盛り上がっているようなところに来ました。ここなんで盛り上がっているのかというと、下に首都高速道路が通っておりますので、それをまたぐための橋ということなわけですが、これはきっと昔川だったに違いないと思って見てみるとやっぱりそうでした。まあ、大体首都高というのは昔川が流れていたところを埋め立てて通している場合が多いらしいんですが、ここももともとこの下には楓川という川があって、江戸時代には水運、江戸で売るようなものなんかをたくさんここを船で持って運ぶということをしていたそうです。それは戦争始まる前ぐらいまでは一応機能していたらしいのですが、もう戦後の時代になりますと水運も時代に合わなくなってきたので、高度経済成長の計画の一環でこの下に首都高速道路を作り、昔の川の水運の流れが今でも高速道路に受け継がれて、私は江戸時代からの歴史がずっと続いているような感じがしてとても好きなところです。
知らなかったですけどね、面白いもんですよ。この九庵橋っていうのはこれでもね、こんな新しい感じですけど、大正時代に架けられた古い橋なんだそうです。まあ、なんで大正時代に架けられたかというと、前回にもお話しました関東大震災で橋が落ちてしまったので、また架け直したといつもの話をするんですけど、見てください、ここがね、こうこんな風にこううねっと向こうの方がこう低くなっていて、この橋の形をしているのが分かりますよね。現在でも昔と同じような橋ということなんですが、私さっき向こう側にいました。で、向こうからではね、あまり気づくことがなかったんですけど、こっち見てもらえれば、これすごくないですか。全然知りませんでしたけどね、これ多分大正時代に作られた時のそのままずっと残ってるんでしょう。立派な石造りの橋ですよ。東京ってのは本当に新しいものにたくさん囲まれている街という印象が強いと思うんですけど、一方で昔から最新技術が投入されてきたような街でもありますから、最新の頑丈なものの方がね、今の時代までずっとそのまま残ってくれていて、古いものもたくさん残ってますよ。ところで今回の旅ではね、全く途中でコンビニとかそういうのに立ち寄ることもできますので、コンビニだって人とこうやり取りをするってことになるじゃないですか。トイレが心配だなと思ったんですが、都内には結構公衆トイレがあります。公衆トイレはさすがに人と接触することもないから入って大丈夫でしょう。何とは言いませんが、全く何も手に触れることなく、チャックを下ろして済ませましたので、別に手洗う必要もないですね。除菌シートを持ってきておりまして、この自転車のハンドルとかブレーキとかね、それからこのタッチパネルとか、あと動かす時のこの部分など、全部この除菌シートで除菌するということをやっております。ただ貴重なんで無駄遣いはしませんけど、使うところでちゃんと使いますよ。東京駅から離れてね、もうそれなりに距離が隔たれてるわけですよ。だからだんだん街の勢いがね、おとなしくなってくるっていうことが起こるんじゃないかと思うんですけども、全然そうなってないのがすごいですね。大きなビルがずらっとこういっぱい並ぶという光景は、東京駅の、八重洲中央口の目の前とはあまり基本的に変わっていません。あ、でもちょうど今新大橋通りっていうところまで来ましたけど、超大都会エリアもここら辺で終わりって感じですね。これから先はね、ちょっとこうまた雰囲気が違ってくるでしょう。今日はちょっと湿気が出ているようで、照明のところからなんか光が随分漏れて見えますわ。あそこ八丁堀駅がありますね。八丁堀、東京駅から京葉線で一駅のところです。いやファミマ行きたいな。私ね、今日家に何も食べ物がなかったんで、まあパンとか買ってきてもいいと思うんですけど、でもやっぱりなるべく買い物もね、一度にまとめておきたいなと思って、こんな観光中にちょっとパンを買ってそれで食べるみたいなのって、買い物する機会が増えちゃうじゃないですか。なるべく一度にまとめたいと思うんで、コンビニには行きません。それからまたしばらく進みますと、今度は下が埋め立てられていない川に出ました。江戸時代には川はどれも主要な道路、通路として使われていたわけです。この川に架かっている橋は亀島橋と書いてあります。画面奥の白い屋根が東京駅八重洲口で、まだそこからね、1キロも来ていないようなところですけれど、この川は亀島川というそうです。私は知りませんでしたが、もうね、潮の香りがしていますよ。そしてあそこ。これですね、こんななんていうんですか、小型の船なんかもいますけれど、この亀島川というのは今調べた知識ですけども、江戸のね、玄関口として機能していたんだそうです。江戸湾、東京湾にこう船が入ってくるじゃないですか。こっちがこう横浜とかね、そういうこういうところですよね。で、横浜とかその脇も、まあ当時は横浜って呼ばなかったですが、通り抜けて、まあ、今のレインボーブリッジとかがあったお台場の脇を通り抜けて、そしてさらにこのようにどんどんこう割り入ってきて、ここで亀島川のこの一番入り口のところで、幕府の調べを受けて、この島の脇を通ってですね、そしてどんどん日本橋奥の方まで入っていくということをするんだそうです。そして、東京駅のこの脇を通って、いよいよ至るは江戸幕府ということになっています。なるほどね、まあ、幕府まで本当に行っていたのかどうか分かりませんけど、よくできてるわ。昔の人の流れがよくわかる。ここから多くの船が幕府の方へ進んでいったんですね。逆に言うと向こうが海です。で、海の水がここへ逆流してくることもあるそうなので、潮の匂いがするのも納得です。向こうに見えておりますのは、昔幕府の造船所などがあった佃島だと思われます。そうですね、今から向かいますのがこの佃というところです。現在造船所があった後、それが三菱重工だかなんだかの造船所になったんだそうですけども、それの造船所もですね、もうついに東京のこんなところで船を作るというのはやめまして、ずいぶん前ですけれども、あそこにタワーマンションが跡地を利用して建てられるようになったそうです。そしていよいよですね、これから先佃島、石川島と呼ばれる造船所が昔あった島へ渡るわけです。今回の目的地の一つ、立派な社長橋ですね。高いところからこんなワイヤーを横に吊り下ろして、これは東京駅の八重洲口の中央のまっすぐの道路をまっすぐ進むと、これが来るってのは知らなかった。こういうところなんですね。潮の香りがプンプンします。この橋は中央大橋というそうですけどね、いやすごい不思議な感覚だ。
橋の途中でこんな風に景色を見ることができる場所がありました。今渡っているこの川、これが世にも名高い隅田川です。わかりますね。これまっすぐ遡っていったところが浅草スカイツリーの立っているところです。また昔の東京駅周辺の地図と比べてみましょう。これが戦争が終わった直後の東京駅の写真で、まだ外堀通り、この動画が始まったところは川がかかっていて橋で渡る、まあ、そんなことをしてたんですね。その橋の名残はもう埋め立てられてなくなってしまいましたが、その道をまっすぐ行ってさっき埋め立てられました楓川なども通り過ぎ、そしてこれが亀島橋、亀島川って言ったかな、その川も過ぎて今隅田川のところまで来ています。この写真にはこの私が今おります新大橋は写っていません。この新大橋は割と新しく架けられた橋ですね。まあ見ていただければわかると思います。昔はこの向かい側のタワーマンション群がこんな立派な造船工場になっていたわけですね。すごいですよね。全く今こういったものの名残はもうほとんどないのかなと思いますけども、まあ、一方で新しい町というのは古い大きなものを一気に壊したその後に大体建てられるものです。だからここに新しいものがあるというのは裏を返せばつい最近までは古いものがここにたくさん並んでいたということの証明にもなっていると考えています。さらにどんどん自転車を海の方へと進めましょう。意外とこの新大橋人通りがあるようでして、さっきからこっち側人が来てないんでいいんですけど、反対側は何人か歩いてたな。向こうのコンビニに行くみたいですね。すごいね、こんなにずらずら並ぶタワーマンション、どんな人が住んでんのかなとか、特にああいう角部屋とかね思うわけですけども、ちょっとお家の中が外から普通に見えたりとかしますから、内装なんかもなんとなく見えますが、意外と中はね普通に売ってる蛍光灯とかそんな感じのやつを使ってるみたいですが、一番びっくりしたのはねこれです。リバーシティ駐在所っていうのがあるんですけど、交番じゃなくて駐在所なんですね。東京都内のこんな23区大都会の東京駅からね来ようと思えばもうすぐですよ。車に乗れば5分とかで来られるようなところに駐在所があるとは知らなかった。交番っていうのはおまわりさんがそこで交番勤務をするわけですけど、駐在所っていうのは住み込みなわけでしょう。へえ。もともとこの辺りは造船所、それから橋などを作る工場がずらっと並んでいたようなところで、それが全部なくなりましたから、全部町一帯がここだけ東京の中でもまた随分ひときわ洗練された高級感のあるエリアになっているようでした。それもすっかり抜けまして、いよいよここが東京駅の目の前から伸びてきた八重洲通りの終わりということになっているようです。ちょっとごめんなさい、自転車のところにカメラを乗っけてみたんですけどブレがひどかったですね。今回はもう改善しましたが、立派な橋があるなと思ったので、ここでもまたあよい橋と書いてありますね。ちょっと橋は説明書きを読むことにしてみました。形状は、大正8年に市電を通すため改築した先々代の橋の姿に習いトラス橋としました。だから大正8年にこの橋が作られたわけじゃないんだな。かっこいい橋ですよね。三角形を組み合わせて作った構造物が強くなるんだそうで、これをトラス構造というそうです。昔はここ路面電車が通ってたんだ。まだ遅咲きの桜が残ってますね。このあよい橋を渡った向こう側が京葉線の駅で有名な越中島、さらにその先が門前仲町で、この川の向こうが何だったかな、ちょっと忘れちゃった、まあ、とりあえず先に分かる方から言いますと、こちら側がですね月島です。前に一度来たことがあります。ちょっとこれから月島方面に行きましょうかね。それからあっちがそうそうそう豊洲方面です。豊洲はタワーマンションがまたずらっと並んでいるところであり、また市場があるところとしても皆さんご存知ですね。ところでこの私の後ろにある道をずっとたどると、先ほどの出発点東京駅八重洲中央口のところに至ります。要するに八重洲中央口の道をですねずっと行き止まり、もうついにここで行き止まったわけですけれど、行き止まりのところまで来ると、左手にはあよい橋、右手には月島、さらに反対側には豊洲を望む石川島に至るということになっていたのでした。いや面白いもんですね、この道をどこまで行けるかたどってみるっていうのも。さて現在地はこの航空写真でいう×印のところにおります。この写真は戦前に撮られたもので、現在では目の前にあるべき運河はすでに埋め立てられております。ここが石川島の終わりということになっていて、これから先は月島です。月島へ渡るには昔はここにかかっていた橋を進むか、まあ、もしくは渡し船で行くという時代もあったのかもしれませんが、月島は基本的に歴史の浅いところ、明治時代になってから埋め立てられた島だということですから、まあその頃からはもうすでに橋があってそれなりに渡りやすくなっていたんじゃないかと思います。今もともと川だったところを自転車で難なく通行しています。この辺りの町の名前には一応昔別々の島だった時の名残が残っておりまして、ちょうど地下鉄月島駅のところ住所表記があります。ここから月島1丁目です。で1回だけね月島でもんじゃ焼きを食べたことがあるんですけど、確かこっちだったと思うんですよね。
そうそう、こんな雰囲気のところなんですよ。なかなかいい場所ですよ。郵便屋さんか、あ、違う、新聞屋さんだな。新聞屋さん、ずっとさっきから遅い時間でもいろんなところで自転車で走っている姿を見ます。いやー、それでね、思わず自転車降りちゃったんですけど、びっくりした。なんかすごい建物あるな。これ多分大昔の交番じゃないですか。上になんかかかってます。月島警察署西中通り地域安全センターって書いてあって、中におまわりさんもいるみたいなんですけど、いつからあるんだろう。これ、こんな形の交番ってないですよね、今時。おまわりさんいないんで近づいてきましたけどね。っていうのは、おまわりさんがいたら、あの、話しかけられて濃厚接触する可能性があるから、ちょっと控えようと思ったんですけど。救急箱配置所、一応左から書いてありますけどね。古めかしい放浪看板、これもいつからあるんだろう。絶対最近の建物じゃないですよね、これ。すごい、これ警視庁の公式ホームページ見たんですけど、警視庁に現存する一番古い交番の建物です。だってだから残ってんのかな、まあ、それだけじゃないと思いますけど、日本最古の交番ってことか。いつ建てられたものなのかは書いてないけど、多分情報が他にもあるだろうな。大正15年1926年7月関東大震災を耐え延びて、ここで今も地域住民を守り続けてるんですね。すごいな。すみません、よくよく考えたらですね、警視庁最古の交番ということなんで、東京で一番古いってことですね。警視庁ってのは東京都警察のことですから。おじいさんが来たんでね、すれ違っちゃいけないと思って大きく道を避けたんですけど、下駄で歩いてんな。なんか昔の雰囲気が今になんとなくずっと受け継がれて、ここでは純正の江戸っ子がこれからも生き続けるんじゃないかと、そんな雰囲気がありますよ。月島をしばらく進みまして、今度は勝どきです。勝どきもまた後ほどお話しますが、明治時代に埋め立てられたところです。現在地はちょうど月島と勝どきのこの間のところ。ここは今でも埋め立ては特になされていませんので、普通に橋を渡ってお隣の島へ移動することになります。勝どきへやってきましたが、早速名物の勝どき橋を見に行きます。昭和の時代に作られた大変大きな大きな立派な橋で、これを渡ってまっすぐ進むと銀座の方面へ向かうことができます。銀座とか新橋とか築地、その方向へ一旦、要するに本土側に戻るわけです。隅田川にかかっている立派な橋、あ、ちょうどまず橋のこのプレートを見ますか。ちょっと読みづらいですけどね、書けないな。勝どき橋とこれで読みます。もちろんこの橋のことですが、これは昭和の初め頃に作られた橋だそうです。もともと関東大震災があったとかそういうわけではなくて、ここに造船所があるという話をしました。まあ、その関係でこちら側へ渡ってきたいという人たちの要望も強く、じゃあここに橋を架けようということになったのは昭和の初め頃のことだったそうです。相当立派な橋です。リベットでビタビタビタとこう固められているのも見えます。この橋、ただの橋ではありません。この勝どき橋は大変立派ですけれども、まあ、しかしこれをですね、まだ、昭和の初め頃水運が盛んだった東京隅田川にかけてしまうと、ここを大きな船が通ることができなくなるということで、ちょっと問題もあったわけでした。だからこれ分かりますかね、分かります。これがもう勝どき橋のもう肝なんですけども、ここがこのようにパカッと今でも割れております。要するに跳ね橋だったんですね、大変有名な跳ね橋ですが、残念ながら現在ではこの勝どき橋を上げるということはできなくなっているんだそうです。10億円ぐらい使うとね、あの跳ね橋として復活させられるらしくて、勝どき橋を復活させようという動きもあるらしいのですが、残念ながら今のところ実現していません。でも昔ここが跳ね橋として活躍していた当時の名残はね、本当に色濃く残っていますよ。まあ、もちろんここが間が切れ込みが入ってるっていうのもそうなんですけど、それからあとはこれですね。これ多分船用の信号機でしょう。今もこの跳ね橋上がってるから上がって行って大丈夫ですよとか、まだ今は行っちゃダメですよとか、そういうことをねやってるんだろうと思います。ちなみに当たり前なんですが、さっき渡ってきました新中央大橋、その社長橋もこのすぐ向こうに見えます。もともとここは本当に交通が不便なところだったようですね。今羽橋区間を通ってますけれど、まあ、あのぐらいの車だとまだあれですが、大型のトラックみたいなのが通るとね、ドスーンとこうたわむんですよ。それがまた羽橋の上を立ってるという感じで、とてもいい雰囲気です。昭和の初め頃に作られたらしい、この角の丁寧な処理とかね、全然建築のこと詳しくないですけど、かっこいいということはわかります。そしてこちら、こっちにもね、やっぱり信号機、注意信号があるんですね。自動車用としても使ってたってことなのかな。ここは歩行者用の場所だと思うんで、自動車用の信号機も別にあっただろうと思うんですけどね。でもここから見る限りないんだよな。それはちょっと不思議なんですけど。
横から見ると勝鬨橋の構造がとてもよくわかりますね。この真ん中のこの部分が跳ね上がって船が通るようになっていたところだったようです。ちなみに勝鬨という名前は何かというと、ちょうどこの勝鬨橋がかかっていたところに日露戦争の戦勝記念で渡し船が始まったそうでして、でそれが勝鬨、日露戦争に勝った時っていう意味でしょうね。その名前を使っていたので、向かい側の地名も勝鬨、この橋の名前も勝鬨橋となっていたのでした。向こう行くとね、築地市場あるんですよ。もうそろそろ昔だったらば大阪の競りが始まっていた時間だと思うんですが、残念ながら築地市場はもう閉場しまして、この勝鬨橋を渡って向こうに行ったところ、晴海通りの先にですね、今度豊洲市場があります。だから今からちょっと豊洲に行ってみましょうか。いやー、朝が始まりますよ。ずいぶん清々しい気持ちになりますが、一方で人が出てくる前に自分の家帰らなければいけませんからね。時間の、タイムも迫っています。何言ってんだ、時間のリミットも迫っています。今画面見てびっくりしたんですけど、実際の景色よりも相当明るく映ってますが、いやともかく素晴らしい夜景じゃなくて、これが朝の景色というのは爽やかでいいですね。今晴海大橋という立派な立派な橋を渡っているところでございます。こちらがですね、見えないかもしれませんが、真っ暗闇の中ですけども、レインボーブリッジ、それからその後ろ側、これは品川とそれから大崎のあたりのビル群でしょうね。この橋を渡りますと、もうあとは豊洲と至るわけです。この橋を渡って右側、わかりますかね、これです。この光がギラギラしておりますのが豊洲の市場方面でございます。ただそろそろ人が増えてくるんじゃないかなと心配なので、ちょっとその車が動いている様子を見たらもうすぐここを去りましょう。さあ来ましたよ、ここが豊洲です。上を通っているのがゆりかもめ、次の駅が四条前駅。お、向こう小さなトラックがいっぱい並んで、今から競りに出かけるんですね。知り合いのお寿司屋さんに聞きましたけれど、やっぱりこの時期でも時間を短くするながらちゃんと競りはやってるんだそうです。さっきなんかね、なんとかマグロうんたらみたいな、そんなお店まで入ってまして、これから競りに向かうトラックと、それから一方で多分これから売るものをあそこへ運び込むためのトラックと、それぞれが今交錯している、今朝のかなり忙しい時間帯なんじゃないかと思います。まあ何でも一般の業者の人が買い付けに行くのはまだこの朝の一番早い時間帯だけではなくて、しばらくしてからのなんか午前8時頃とか、そういう時間帯もあるらしいんですけどね。よし、じゃあ今ね4時14分です。もう帰ろう、帰った方がいいわ。これ以上ゆっくりしてて人が増えてきてしまったらこの企画台無しですからね。最後に帰る前にあと一つだけ皆さんにご覧に入れて終わりにしようと思うものがあります。かつてこの左側の晴海ふ頭、それからこの右側の豊洲周辺に鉄道がやってきていた、その跡が現在でも残っています。東京都港湾局専用線という東京都が管理していた鉄道で、それは現在の JR 東日本総武本線の越中島支線と合流することになっています。これがその鉄橋の跡なんですけど、いや、いいとこですよね。前も一回来ましたけど、暗すぎて何にも見えなかったということがありました。だから日が明るくなるその最後のタイミングでここへ今度は来ようと思っていたのです。線路もまだ昔のままそのまま残っていてね。一方で昔の用地などはもう向こうの方はすでにマンションに変わってしまったりと、姿を変えてしまったところと、昔のままほとんどというか何も変わっていないところと、それぞれ対照的に並んでいます。真正面が晴海、そして奥クレーンが並んでいるあの辺りが豊洲市場です。あー、これは夜景の写真スポットとしても有名ですけど、
朝誰もいない時に来るのもいいね。ただこの辺りはタワーマンションで超高級ではありますけれども、住宅地には違いありません。朝早起きをする人、爽やかな時間が好きな人はそろそろもう多分自分のランニングとかを始めるんじゃないかな。幸いなことにここから東京駅まではだいたい20分ぐらいです。だから残念、ここからではほとんど見えませんけどね。でもわかるかな、木が邪魔ですけど、ここに広大な空き地があるじゃないですか。昔ここには東京都公安局専用線の晴海駅があったのでした。逆方向を向けば鉄道が敷いてあって、そしてポイントで分岐して広い駅に入っていった、その土地の名残、その奥には最後に鉄道が晴海ふ頭に渡ってくる先ほど紹介した鉄橋と、このように素晴らしい構造物が並ぶのです。この東京都公安局専用線巡りというのも面白いんですが、まあ、しかしそれはまたの機会ということで、もう時間がありません。さて、そしてちょっと髪の毛がなんか随分癖になってますが、無事に人と接することなく、また今現在も私の周りには全く人がいないようですけども、戻ってきました東京駅八重洲口です。現在地がですね、これ現在時刻だ、4時57分、4時57分ってこんなに明るいんですね。久々に朝の早い時間に来ましたけど、さっきのね晴海の、鉄道橋のところからだいたい5分も行かないで、もうすでに八重洲口のここからまっすぐ伸びていくこの道のところへ来まして、でそこからさらに15分というところでした。じゃあそれ以外のね、まあ、10分ぐらい余計にかかってる時間は何なのかというと、私がしばらく間違えて道を逆方向に行ってしまったんですけども、まあ、ともかく5時までに東京駅に帰ってくれば全く問題なさそうだな。じゃあ今後はね、タイムリミットをもうちょっと余裕持ってくるようにしようと思いますけれど、5時にこの東京駅に戻るということで、とりあえずやってみようと思います。まあ、これから先自転車を返してさらに家へ帰る時間もありますんでね、これより先になるといよいよちょっとこれから出勤するような人と会うということになってしまうかもしれません。まあ、まだ朝のこの早い時間、都心は人が通ってきませんからね、ホームレスの人とか本当にこの辺に住んでる人とかそういう人しか来ない、このぐらいであれば十分安心だということも今回分かりました。それでは引き続きお楽しみください。また東京のこういったところに行ってほしいと、まあ、今回はね湾岸の晴海とかその辺どうですかというのが来てたんでちょっと行ってみましたが、まだ行く余地もたくさんあると思います。まあ、どちらかといえば中央区の佃とか月島とか、そういったところを中心に回ったつもりですが、次回は浅草方面とか行ってみようかなと思ってますが、まだ決めておりません。視聴者の皆さんの、何かご希望とか、ね、提案ぜひ伺いたいと思いますので、お待ちしております。また撮影方法について問題のある点を認識したという方がもしおられましたら、速やかにお知らせいただければ、聞き入れてですね改善しようと思います。まあ、これはまだしばらく返すまで運転しますんで、ずっと乗り続けますけど、返す時に拭いてそれで終わりにしますんでね。どうもありがとうございました。